クラフト&ゲームアトリエ造形の王様。さて、それでは今回はセガネットマージャン MJ 左上に出ていますスーパーリオエースカップというもの、決勝戦が始まってるんですが、なんと僕予選通過しまして、予選 A 通過し、予選 B ですね、この真ん中のやつ、予選 B をかなり高得点で700何ポイントとかかな、上位で通過しました。 A 通過、 A 賞通過かな、途中まで S 賞まで行ってたんですけど、まあ、ただあれなんですけど、3マーなんですけどね、3人打ち麻雀の方で、決勝に進出しているということで、おそらくポイントは明日振り込まれるんですが、まだ今ちょっとだけポイント残ってるので270ポイントあるので、もう早速決勝戦挑戦してみたいと思います。言い訳を先にさせてください。このイベント系のやつはめちゃくちゃ強いです。で、何がどう強いかというと、もう言い訳ですけど、イメージ的には僕以外の、まあ、三枚打ちであればあと2人、4人であればあと3人は、もうテンパイからスタートしてると思っていい。もう始まってすぐにみんな揃ってます、ほぼほぼ。で、そのパターンともう1パターンあります。1人だけめっちゃくちゃ勝つ人がいる。もう100万しかないとか、もっと行くみたいな人がいるパターンのどちらか、ほぼそのどちらかなんですけど、そうなってくるともう守備の必要がないんですよね。最初からもう揃ってるから、みんなあと1枚何かっていう状態なんで読めないという言い訳をしてからさ、行きたいと思います。リオエースカップ決勝戦、いやー、結局役とか覚えてないし、はいも読めないんですけどね僕。さあ、決勝、なんやかんやで来ました。予選 B はそんな上位通過じゃなかったんですけど、予選 A がすごく、結果が良くて、下です。一番手前側、龍が如くコラボのキャラクターを使っております。なぜならばそれしか持っていないから。こんな背景なんや。気になるな。いろいろ様子見たいな、最初は。どんな戦いが繰り広げられるのか、なんとも決めがたい。ね、誰が一番最初に仕掛けるのか。あ、揃ったけど、ちょっとどうしようかな。うわ、どれも置いときたい牌ばっかりやな。ここ捨ててみるか。あ、これもいらんか。あ、ここ揃ってるやん。あ、でも2、3、4と揃えて、もうでもこの2人多分揃ってますけどね、ほぼほぼ。そろそろロンなりツモなり言い出すと思う。あ、揃った。いいですね。そうですね、方針は定まってきたね。シャーはもう厳しい。これトン誰か持ってんな。多分捨てたと同時に泣かれる。なんだ、通信待ちが出てるよ。ああ、マンズって一切使ってもなかったんや。ほら来た、ほら来た、知ってんねん。じゃあもうこれ多分、いや分からんけど、でも、あ、トーン捨ててはるわ。え、降りるにしても何捨てればいいんですか。揃うけど、これでペイダメなんですか。大丈夫でしょ。一歩下がらないぞ。いや、下がらないんじゃない、下がり方がわからないんだ。あ、リーチ来た。役なし。ただすごい数該当しますよ。まあ5枚やけど、向かいの人嫌やろな。あ、来た。しかも向かいの人から、あ、よく、いい流れを作りましたね。いい上がりですよ。いくらもらえるんですか。私はトップに浮上しました。プレイヤーまずは一歩リード。
あ、すごいちっちゃく分かった。大事大事。あ、ビンゴやってたんや。ちなみにビンゴの真ん中は何ですか？持ってる。うっとうしいな。持ってなかったらもうよかったのに。ポン、ポンでもいいよ。もう逃げるように上がろうぜ。あ、捨てるの間違えたな。こっちでよかったな。なんぺー頭に。あーと、この辺シャアをなく。うわ、あれあれちょっと怖いな。はっ、なんなん、これでリャンちゃんって掃除の形がいいですね。掃除の形はいいですよね。しかしどうしようかな。ビンゴの真ん中を開けたいっていう気持ちはある。これ真ん中開くとなんかもらえるんで。なんかすごいしょぼいビンゴやな。ポン。あ、いや、それはいらない。おお、まあこの辺もいらんな。なんか、お、カンが来た。カン、カン。おお。突っ張っていた。お、通った。ちょっと何してんのが安全な。わあ、ちょっと難しいことになってきたぞ。これ、ポンじゃなくて、おいつも。あと一個。このレンチャンの意味が分かんないですね。さっき上がってない人が上がってレンチャンっていうのはどういう用語なの？ちょっとマジかよ。彼だわ。今回持ってるのはどうやら覇王って書いてるしな。でも決勝やから、まあ、せめて真ん中見た？これ見ましたか？今のそういうことですよ。こんなリーチ見たことある？この景色何？まだ何も前に牌が出てないじゃない。どうしようかな。もう何のリーチやねん、あれは。ほんで。あ、いいですね。そういうので対抗していくしかないよね。全然情報くれへんやん、あの人。あ、揃ってなかった？いらない。全然情報くれへんな、マジで。これ今何が揃ってて何が揃ってない状態なん？このあんまりいっぱい揃うとわからんくなるな。あの人あれで上がれんかったらショックやろな。あー、でも総数揃ってきてんのこれ今。リーチってなってる。なんかわからんけどリーチって出てるからリーチでいいやん。おい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 、強烈なつも上がり。これはね、ゲームが終わったやつですね。これ。さっき始まる前に言ってたやつですよ。一人めちゃくちゃかっつって。別にあの人が不正してるとかじゃないんですよ。なんか、そういう流れになる時が。来る時もあるんですよ、逆にね。うわぁ、今回上がらして、ビンゴの真ん中揃うから。それでは、対局の模様に注目しましょう。プレイヤー。いや、でも最初に揃ってたやつで上がれたことめったないからな。あー、なるほど、虎で。そんなよくは言わんよ、もう別に。
そんなよくは言わんけど、上がるのは上がりたい。あ、揃ったな。どうしようかな。よくは言わん。とにかく上がりたい。あとなんか該当してる？あ、トーンも該当してるじゃないですか。自敗か。あ、折れた？7万点やったっけ、左の人。ああ、それもまあまあもうええわ。泣かせろ。もう全然泣く。上がりたいだけやから。勝ちたいとかじゃない。おい。あ、リーチいける。どっち？こっちの方が面白い？あら。35には積もりますね。あ、これ今のやつあかんねん。何巡後には積もりますねって、土田さんが言って上がれたことないねんな。いや、今の上がりたかったよ。ちょっと待って、最下位？なんか毎回この、撮影した時最下位になってんな。まあまあ、でもイベントは、イベントはそういうもんよね。あ、また来てるわ。でも、そういうこと、ドラになってる。ソーズめっちゃ来るやん。あ、揃ってる。お、いいですね。もうテンパイがいるわけでしょ、この中に。ポンですよ、ポン。いきなり仕掛けていった。これでだいぶ楽になりましたよね。プレイヤーあっという間にいいシャンテンだ。ドラはギリギリまで残すのかな。初もうないか。ここはドラを引いた。あら、ちょっとそうなってくると見てみたいな。もう一個引けたら。あー、もうないやんね。一体この点差がこの後どう変わっていくのか。もうちょっとあれな、時間かかりすぎたな。もう二人ともつむぎりになってんじゃないんすか。もう私もですけど、これ見た感じは。いやー、これ面白くないなこれは。全然泣くタイミングすら与えてくれないじゃないですか。テンパイ。でも、流局してももうほんま、意味ないしな。リーチだ。どうするんだろう。テンパイをキープする。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。私、ちなみに何待ってんの？ああ、また3枚あると。一応。そうやん、ちょっと待って。あ、こっちの方が確率は上がる。おい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 、なんやこの面白くない麻雀は。なんやその面白くない。うわー、すごい痩せ細っていく。もうせめてビンゴだけでもやらせてもらえないですか。お、絶対上がられへんやつ来た。最初から揃ってるやつね。私は知ってるんですよ。これはね、ダメですよ。もう、他の人上がる。うわ、もう向かいの人が以来なんか勢い持ってきてんな。ここちょっとあれか。あ？ああ、ソーズは伸びないと見たのか。チュンチャンパイが押し寄せてきている。どうすればいいのこれ。さあ、この範囲にポン。負けじとプレイヤーテンパった。泣いちゃった。あらー。あかんかった、泣いた。泣かんかった、なんかの役ついてたんか。これは先ほど切ったばかり。いや、でも初
これあれじゃない、ちなみに上がっても、ああまあ一応左上1個開くわ。プレイヤー上がりきることはできるのか、ちょっとマッチが弱い。まあでも向かいの人捨ててるからワンチャン、あそうか、リーチって言わんかい、上がった、ね、小さく。お見事、ちっさもうこれで君は上がったからねみたいなカウントになるんですか。ドラは嘘、プレイヤーはなんちゃです。プレイヤー先ほど曲がること大事やからな、イベントを。これは国士無双とかのやつじゃないんですかほぼほぼ厳しいな。案外でもなんかやってる印象としては最初揃ってない方が私は強いと思っている。どうしようこれ、なんかね最初揃ってないと本当にそっから何回か回してるうちにドンと揃い始めるような、気がする。そうですね、これまたゲーム音入ってしまってるな。前回も入ってたんよな、失敗した。あ、捨てたばっかりの牌が来てますね。ポン、いや、なんか泣いたら怒られるからやめとくよ。もう白がなくなってる、この世の中から。白のない世界。あ、でもちょっとだけ、ああ。ソーズは伸びないと見たのか。もう無理ですよ。もうお二人とも死ぬほど溜まってると思うな。果たして追いつくことができるのか。ここはリーチになってんで、あの人。何ぐらい捨てても大丈夫？いや、これない。ソーズ。うちも捨てたくないねんけどな。プレイヤー逆転することができるのか。これは華麗な打ち回し。これも嫌やな。あ、でも。そう。いや、積もってこんなに出るもんですか。うわ、危な、捨てるとこやった。次取り戻した、勢い。なんて爆発した、決勝戦爆発した。これでどういう結果が、何試合すんの。ちなみに決勝戦マイナス62点、揃わず。ちょっと今回のスコアは0点となります。8試合できるかな。ニューレコード、自己ベストプラス 67.9、 いや0点ですけど、どういうことかな。 A 賞、 S 賞、 S 賞行ってみたいけど決勝 S 賞とか無理よな。サポートアイテムはミントシャッターの背景。ということでね、セガネットマージャン MJ を感じていただけたでしょうか。僕がなんか予言したわけではなく、こういうもんなんですよ。一人めちゃくちゃ勝つ、もしくは、二人転売からスタートするっていうところですね。二人三人転売からスタートする、楽しいゲームですよね。ちなみにカジノが面白いんですけど、ちょっと今回ポイントがないのでできないんですけど、カジノめちゃくちゃ面白いですね。たまにここに獣王が来るんですけど、まだちょっと完全実装じゃないみたいで、プレイするだけで後でポイントもらえたりするので、
進めはしません。本当にこのゲームなんかいろんなものを奪われる気はするんですけど、まだ決勝戦、明日 MJ ポイントが振り込まれるので、まあ、それを使って、3ま連続8試合の結果だったと思うので、まあ A ぐらい、 A は無理かな。気持ちはでもちょっと A 通過目指して頑張りたいと思います。ということで今回はセガネットマーちゃん MJ でした。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、古典の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。